インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。今スタートしました。インコースからトップタイミングピタッといった1号艇土屋が出ていく先行です。2コースから2号艇の貝原は刺していく、外を回って3号艇の田中内はズボッと、これ4号艇の宇流バックへ入った。先頭リードは2艇身3艇身と1号艇の土屋が先頭。 G1 戦はこれで2度目の制覇です。振り返れば土屋選手が初めて優勝したのがこの水面常滑だったんですね。ずいぶん前になります。2009年の1月だったんですが、デビュー3年ちょっとの土屋選手が初 V を飾ったのがこの水面常滑、その思い出の舞台で何回りも大きくなってこの G1 シリーズリーダーとして1号艇での優勝戦、見事 V につなげました。しかし強かったですね。そうですね、はい、展開も良かったですし、はい、スタートもしっかり行かれたようですが、はい、もう行く気で行ったんで、はい、今日の優勝戦はズバリ何点ですか？あ、もう1等だったんで100点です。はい、はい、遅くまでご声援ありがとうございました。またこれから頑張りたいと思いますので、ご声援よろしくお願いします。